海と日本プロジェクト in 徳島。黄色い小さなキク科の花ナルトサワギク、繁殖力が非常に強いことから在来生物を駆逐する危険性があり、特定外来生物に指定されていることはご存知ですか？南アフリカ原産の多年草で、日本へは海外から輸入された緑化資材の種子に混じって入ってきたと考えられています。およそ40年前に鳴門市瀬戸町で発見されたことから鳴門サワギクと名前がつきました。この日、徳島ライフセービングクラブなどおよそ15人が徳島市の小松海岸で除去活動を行いました。鳴門サワギク、鳴門で初めて発見されたんですけど、今日本中に広がっていて、ただここだけではなくて、その高速道路を通じて広がっているところもありますので、本当に見つけたら抜いていくしかない。人間にとってはそんなたちまち影響はないと思います。ただその周りの植物、周りの自然にとってはやっぱりこうどんどん広がっていくと他の植物をこう駆逐していったりするので、まあ、知らない間に周りの空気が変わってたりするかもしれないということですね。鎌田教授によると、ナルトサワギクは根を幅広く伸ばして繁殖するため、砂地の形が固定化する危険性があるといいます。砂地が固定化すると他の生物が入り込みやすくなり、水辺の生態系を崩しかねない状況を招いてしまいます。この日はおよそ30袋分のナルトサワギクを除去しました。初めて知りました。今回聞いてちょっとびっくりしました。まあ、なんかもうそうならんようにね、なんとか文字通り水際で食い止めたいですね。海と日本。